の出場が4回目、今回の目標はクラス優勝。昨年は JN3 のクラスでなんと優勝しています。今回ももちろんチャンピオンを狙いますということでした。01分のスタートになります。村瀬宮田英文です。JN3 です。クラス、今まで行ったのは JN4、3000cc 以上の大排気量が、15番の村瀬選手の車はですね、JN3 ですから、それよりも排気量が少ないわけですね。で、ここに入り込んできてるというのはとっても速い。排気量の小さな車で大きな排気量の車を送ってきているわけですね。その走りをぜひ皆さん応援してあげてください。まもなくスタートになります。はい、今スタートしました。とてもかっこいいマシンですので皆さん応援してあげてください。ゼッケン、スタンバイしているのはゼッケン13番。